皆さんこんにちは。トシのチャンネルにようこそ。初めての方は、はじめまして、どうぞよろしくお願いいたします。野鳥編8では、5月の渡良瀬遊水地へ野鳥を探しに行ってきました。キジの綺麗な姿を映像として撮れました。今回は、6月の下旬に、もう一度渡良瀬遊水地へと足を運んでみました。暑くなるこの季節に、野鳥は果たして見られるのでしょうか。こんにちは、ミーです。よろしくお願いいたします、ダニャン。こんにちは、クッキーだよ。よろしくお願いいたします、ニャン。今回は、前回と同じで、暑かったんじゃないの。6月でしょ。鳥さんたちも暑くていないんじゃにゃいの。さあ、それは見てのお楽しみってとこかな。早く見てみようにゃん。それでは見てみることにしましょう。これは大沼の近くにあるコウノトリの人工巣塔のようです。コウノトリは見られませんでした。それにしても、梅雨明けしてないのに、今日も暑いです。東、谷中橋です。ちょっと、距離が遠くてわかりづらいです。ひょっとしたら小吉切りかもしれないですね。あそこにある船は、現在でも使われてるんでしょうか。体験活動センターのある場所に今回も来ました。暑いです。谷中村役場跡まで来ました。期待外れに終わりました。移動してみました。草むらの向こうに鳥がたくさんいるのですが、草が邪魔をしてよく取れませんね。鳥の大群です。これは渡良瀬遊水地の野鳥ガイドブックに載っていた通りだとすると、ムクドリの大群かも。やはりムクドリのようです。すごい数です。大城のメスでしょうか。だいぶアップで取れました。
小よしきりがいました。小よしきりは口の中が黄色をしています。大よしきりは口の中が赤色なので区別がつきます。どうやら大よしきりはさえずるとき関羽が立ち上がり、小よしきりは立ち上がらないようです。それと小よしきりの方が5センチメートルほど小柄ですね。5月に比べるとやはり6月の方が野鳥が少ないような気がします。気のせいでしょうか、それとも草が生えすぎて見つけづらくなっているのかもしれません。頭の羽が爆発って感じ。わかりやすいですね。大ヨシキリは見ましたよ、キジのオスです。前回と同様撮影できました。暑さには結構強いのでしょうか。姿勢を低くして歩く姿が印象的ですね。前回のメスのキジを追いかけていたあのオスのキジでしょうか。何かを見ていますね。見ている先にはもう1羽のオスのキジがいました。私がいることに気づいてますが、逃げませんね。お、メスのキジがいました。だいぶ姿勢を低くして歩いてますね。用心深そうです。動きが早いですね。ということはさっきのオスのキジは、わあ、振られたんだ。メスのキジは単調な柄ですね。
私はメスのキジをこんなにじっくり観察できたのは生まれて初めてです。どうやらこの2羽のキジはカップルになれたようです。よかったですね。先ほどのオスは残念ってところでしょうか。閉門の5時が近づいてきたので高見台へ移動しました。ホオジロが道路を跳ねていました。晴れていて日差しが強いですが、風があるのが救いでした。今回もお天気が良くて良かったです。こんな遠くからも口が赤く見えるのですから、間違いなくオオヨシキリかな。だんだんと分かってきたような気がします。次回の動画ではカワセミを初めて FZ85 で撮影することに成功しましたので、お見せしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。